別府市にある専門店、大塚来来堂は創業95年の老舗です。店にはさまざまな意匠を凝らしたすずりが並んでいます。ぐにゃぐにゃ曲がるとかふわふわしてるとかそんなんじゃないんですけど、石としてちゃんと石なんですけど、温かみがあるような、なんかすごい心がほっとするような気がします。3代目の店主、大塚さゆりさん。全部おじいちゃんが作ったものになります。ちっちゃい時に私も作るみたいなことを言ってたんですけど、女の子は力がないからできないよとか、おじいちゃんの中ではうんっていう感じだったみたいで。すずりはすべて亡き祖父京次さんが制作したものです。大切にしまっている非売品も合わせるとおよそ300面が残されています。京次さんが体調を崩し病院で事務職をしていた大塚さんは、6年前、店を継ぐ決意をしました。おじいちゃんいつもここで硯作ってました。書道家のこだわりに応えるため、知識を身につけるのは大変だったそうです。明日にですか？ああ、確かに本当ですね。本当に一からになるので、私よりも全然知識がある方がこちらに来られたりするので、恥ずかしながらすいません、これってどういうことですかとか、これってこうですかっていうことを聞いて、そのためにあ、そうだよとか、結構やっぱり優しく教えてくださって。すずりに馴染みがない人たちにも興味を持ってもらおうと、新しい取り組みを始めました。それが墨絵です。大学でデザインを学んだ知識や経験を生かした取り組みです。平面のデザインでどうにか、すずりの魅力を伝えられないかなって思った時に、見た人がこう感じ取ってくれる余白みたいなものが墨絵にはあるのかもなって個人的に思ってます。個展を重ねると多くの人が足を運ぶようになりました。新しいも今の人がもう受け入れるように、まあ、工夫されてて、かつこう、まあ、絵がうまいなと思ってますね、正直で。今年開かれた日本、中国、韓国の文化芸術事業東アジア文化都市では。関連イベントの一つとして大塚さんの墨絵の展覧会も開かれました。猫好きさんが来てくださって、あ、ここすずり屋さんなんだって、自分からすずりのことについてお話しした時に知らなかったとか、あ、そうなんだって言ってもらえると、すずりについて少し知識を広めることができたかなって思います。さらに漫画を使ったアイディアを形にしています。すずりの材料となる石を妖精に見立てて、歴史や扱い方などを SNS で発信してきました。大分県の別府市で生まれましたけれど、1万年近く前から続くすずりの歴史の中では、まだまだ生まれたばかりで、すずりのことについて全然知らないのです。漫画を使った動画も作成し、子どもたちに向けたワークショップも開催しました。すずりをもらったそうよ。大塚さんは創作活動のアイデアを探すとき、近くの神社を訪ねるそうです。おじいちゃんとのゆかりもありますし、来ると鳥の声も聞こえて、やっぱりリラックスするなっていう気持ちになれるので、よく来ています。かつて見つめてきた職人としての祖父の背中、その技と思いをつないでいきます。自分に何ができるのかまだわからないですけど、
小学校の方から大人の方ももちろん分かりやすく硯の知識をこう聞いていただけるような活動をこれからも少しずつ自分なりにしていけたらいいなとは思っています。